はい、今5月31日の23時過ぎです。今井さん、はい、来ていただきましてありがとうございます、はい、ありがとうございます。こちら今からポイントさんに行く前の、はい、渡す儀式、はい、やってます。浦和ポイントさんでぜひ勝ち点を積み重ねて、そうですね、また歴に戻ってきてほしいなと思ってます。はい、よろしくお願いします。イキさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。渡します、僕の気持ちも。おお、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こちら浦和ポイントに到着いたしました。浦和ポイントパブの小島さんです。よろしくお願いします。こちら受け取っていただきましてどうでしょうか。思った以上にすごいんでびっくりしました。6月1日から浦和ポイントさんのショップさんの方でお貸しいただいて、もしかすると今検討中ですが、6月18日の名古屋店もあるかもしれないし、ないかもしれないみたいな、その時小島さんがお店いただいてますよね。はい、あの浦和水戸の駅の駅前でドリンクを販売されてるという感じなんで、よろしくお願いします。じゃあ最後に一言、ぜひショップにお立ち寄りください。そうですよね。はい、どうもありがとうございます。よろしくお願いします。1ヶ月裏木チャンネル。